はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今回はですね、電気ブランを、今これキンキンに冷やしてきたんで、冷凍庫にね、数時間放置しまして、キンキンに冷えております。これを本当はね、浅草のね、神山行きたかったんですが、まあ、これがなくてね、これがなかったんで、これっていうか、これなのかな。これがなかったんですよ。だから、まあ、仕方ねえな。家飲みすっかっつうことでね。家飲みに変更いたしました。本当は神山行きたかったんだけどな。ということでね。今日は、飲むぜ。飲むぜ。ということでね。そして、ビールも、スーパードライ。もうね。いただきますよ。チェイサーにね。ビールをチェイサーにして。じゃあ、まあ、いただきますか。今日は飲み。電気ブランを ひたすら飲むという。乾杯。そう。今日ですね、なんと、皆さんにお知らせがありまして、なんと、血液検査してきたんですよ。まあ、俺、うつ病の、いつも言ってる、精神科のところで、なんか、3ヶ月か4ヶ月ぐらい、半年に一度、血液検査するんですよね。なんで、それを、これ結果をね、今日見たらですね、なんとこれ、中性脂肪が、こちら、437! 中性脂肪がね、他は問題なかったんですけど、これが、本来は50から149の間らしいんですよ。だがしかし、437もあって、これやべえと。で、先生に、内科に行って、検査してくださいって言われました。やばいっす。乾杯。やばいっすね。今までこんなことなかったのにさ、やっぱ酒の飲みすぎかな。中性脂肪ググったらね、酒の飲みすぎとかもあるらしいですね。うん。だから、まあ一概には言えないんだけど。とうとう、来てしまったか。って感じっすね。今ね、コクワガタをね、今日買ったんですけど、大丈夫か。多分大丈夫です。今、ハンドペアリングをね、させてます。まあ、いわゆる、交尾ですね。で、ね、まあ、あれをね、卵をもらって、まあ、卵を産ませて、うん。まあ、増やそうかな。そう、あとね、今日ね、実はその、クワガタを買いに行ってきたんですよね。とある場所に。で、それで知ったのが、東京は、何丁目何番の何号ってあるじゃないですか。
あれが一緒なのに、ね？一緒なのに、だから、そのさ、教えてもらったところ行ったんですよ。ね。そしたら、で、ピンポーンってやったら、誰？とか言われて、は？と思って、いや、買いに来たんですけど、って言ったら、は？何？で、これ、明らかにこれ、なんか違うなと思って、あ、間違えましたって言って、出たんだけど、あ、何番何丁目何番何号でも一致してても別な家があるんだなって。それをね、その後、電話して、まあ、案の定別の家だったんですけど、ね。3個ぐらい家あったもんね、同じ。何号の、号のところで、俺、マンションとかに住んでるから分からなかったけどさ。まあ、アパートか。アパートだから、何号のさらに、その、20何とかさ、10何とかさ、あるからさ、分かるけどさ。完全に戸建てだとさ、あれだよね。完全に戸建てだと、全然わからん。同じ区画で、あるんだなーって。それわかんねえよなぁ。それわかんねえわ。どうしようもねえもんね。だって、見た目でわかる、まあ、なんかさ、ショップだったらさ、ショップだったら普通さ、あれじゃん。何々ショップとかって書いてあるんだったらわかるけど。何も書いてねえって普通の家なんだもん。それわかるわけねえよって。で、それをその人に説明したら、あ、東京は、そういうところあるんですよ。あ、俺元新潟出身なんで全然わかんなかったっすって。塗って。新潟出身なんですけど、こんなの初めてですね。みたいな。マジで。いかに俺が田舎育ちか分かったね。うん。誰だよって話。しかも、夜中にさ、夜中っていうか。夜中にさ、20時ぐらいに伺ったんだけど。いや、申し訳ねえ。うん。うまいね。でも、昨日も飲んだからな、これ。昨日も電気ブランで、飲んだからな。いやあ。あ、そうそう。関係ない話ですけど、二日酔いにはですね、ハイチオールシーが効くらしいです。ハイチオールシー。これね。ハイチオールシーが効くらしいんで、まあ、皆さんね。試してみてはいかがでしょうか。まあ別にハイチオールシーじゃなくても別にいいですよ、これ。このね、いわゆるシミとかを取るの成分が L システインっていうらしいんですけど、この L システインが、肝らしいですね。だから L システインが入ってたらどうでもいいんで。もうぶっちゃけ L システインっていうその、のみのタブレットのやつもあるんです。L システインっていう 500mg の。だからこれ、だから L システインしか入ってないタブレット端末も、タブレット端末じゃねえや。タブレットもあるんで。そう。
なんでね、まあまあ。これはあれね、あれだね、ポチッとこう。まあ、ポチッときましょう。これはまあ、後でポチッとくとしてと。アマゾンね、本当にね、安いですよね。うん。そこら辺のドラッグストアが安いからね。びっくりするわ。本当に。どういう理屈で安いんかわからんけど。やけに安いですよね。なんでドラッグストアよりか安いんだろう。それが謎なんだよな。普通にさ、だって届けてもらう分だけさ、送料かかるはずじゃん。まあ俺、アマゾンのプライム会員だからあれなんだけど。まあ、送料無料なんですけど。まあそれでなくても確かアマゾンって送料無料だったよね。プライム会員って結局何だったの？なんなんだっけ？あ、あれか、速達が無料なんだっけ。でも安いよね。なんでさ、そこら辺のドラッグストアよかさ、アマゾンの方が安いのか全然わかんない。本当に。本当に狂ってるレベルの。なんかおかしいよね。それじゃあお前ドラッグストアの良さってほとんどないじゃん。と思いませんか、うん、ああ、最近はもう寒くなってきてね。日が傾くと結構寒いもんね。うん。長袖。まあ日が出てりゃ暖かいんだけど。昼は暖かいんだけど。日が落ちると。すげえ。冷える、うん、ということで今日のつまみは遅くなりました。こちら棒チップス、激辛餃子味ニンニク粒練り込みのポテトチップスじゃだってこれ美味しそうだね。大きくハバネロ、あ、すげえニンニクの匂いがする。俺ニンニク大好きなんで。なんか大崎みたいな、これ。ん？しかも大して辛くない。大して辛くないという。なんかさ、暴君ハバネロってさ、カレーカレーって歌ってるくせにさ、全然辛くないよな。最近。昔のは俺、前も言ったけどさ、昔の暴君ハバネロ、これの10倍ぐらい辛かったんです、今の。マジで。恐ろしいぐらい辛かったんだよね。10年ぐらい前。10年ぐらいの前のさ、暴君ハバネロ、超辛くてさ、でさ、まあ、超辛くてっていうか、今のが辛くなさすぎるんだよね。で、出た当初俺よく食ってた。すげえ食ってた。大好き。うめえうめえって。よく食ってましたよ。
でも今のやつはもう、甘いぐらいの。何これって。だってさ、ここにさ、ここにね、これわかる。辛さの目安って書いてあって、1,2,3,4,5,6 って、みたいな感じで。ドゥアー超辛いよ、みたいな。書いてあるのに、全然辛くないよ、これ。ほんとに。お子様でも食えるレベルの辛さ。なんだこの辛さは。辛さはじゃねえ。全然辛くなさはって感じね。本当に東派とは一体何を考えて作ってんだこれ。昔の10倍辛さのやつ戻してくれ。旨辛さ。まさに旨辛さが。まさに旨辛かったんだけどな。うま辛かった。てか、本当に東鳩だよね。東鳩だな。本当に、あれなのかな？多分、辛すぎて多分売れないんだろうね。おそらく。おそらく辛すぎて売れないんですよ。売れなかったんですよ。おそらく、暴君ハバネロ。わからんけど。だから辛さ弱くしたんちゃうかな。おそらく。結局ね、リーの45倍とかもそうだけど、リーの30倍とかさ、辛いやつってさ、結局売れねえ。だから、ココイチみたいに、もう自分で選択できる、やつだったら、ね、いいんだけど、もう選択できないで、もうそれだけ、その激辛ですって言って出されると、多分あんまり売れないね。うん。だから、まあ、僕浜田のって結局お菓子だから、その調節っていうことはできないわけです。うん。もう辛いのは辛いで出すしかないんだよ。んで売れないと結局、ああ、合ってない。わけでしょ。まあ。しょうがないよね。実際。実際売れなきゃ、あれだから。売れなきゃ結局、意味ねえからな。何でもそうだけど。何でもそうだけどさ。結局売れなきゃ。意味ねえのよ。このご時世。
結局。まあ、その点、このスーパードライはね、売り上げナンバーワンですか。やっぱすげえよな。売り上げナンバーワンっていう、日本で売り上げナンバーワンっていうのはやっぱり、並大抵じゃねえや。当たり前だけど、まあだからその CM とか、まあ広告ですよね。それプラスやっぱり上手いとかね。ということで、ね、こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。